パウロ・カーカッシは、ブラジル人の元レーシングドライバー。ブラジルの裕福な家庭で生まれ、13歳の時、1977年からカートを始める。その後ヨーロッパに渡ってからは、1985年には欧州フォーミュラフォード1600で走り、頭角を現し、1988年にはイギリスフォーミュラフォード2000でチャンピオンとなる。その後はイギリスに拠点を移し、フォーミュラオペルやフォーミュラルノー、イギリスフォーミュラ3選手権、1990年はイギリス F3000 選手権などにも参戦し、イギリス F3000 とフォーミュラオペルで1勝ずつを挙げた。1991年、1990年に来日し、1991年にはトムスから独自シャシーを開発していた全日本 F3 選手権とナビコネクションから全日本 F3000 選手権にダブルエントリーした。この頃の両選手権はバブル景気により多種多様な企業がスポンサーとして名乗りを上げたことで国内外の若手ドライバーのみならず外国人の経験豊富なドライバーの参戦も相次ぎ、参加台数は40から50台という盛況であった。また、この頃より外国人の有望若手ドライバーの多数参戦もあって、ヨーロッパ各国の選手権にも劣らないハイレベルなものとなったが、1991年には強豪を勝ち抜き、全日本 F3 選手権でチャンピオンとなる。なお同年のドライバーに、ミハイル・シューマッハやジョニー・ハーバート、ミカ・サロなどがいた。1992年、1992年からナビコネクションから全日本 F3000 選手権に専念し、第一戦ではリタイアに終わったものの、デビュー2戦目で早くも富士スピードウェイで1勝を挙げる。この年はタイトル争いにも関わった。1993年、翌1993年も全日本 F3000 に参戦したが、表彰台こそ獲得したものの勝利はなく、リタイアも多く、日本のバブル景気が去ったこともあり、このシーズンを最後に日本を離れる。日本を離れてからは、国際 F3000 選手権やインディライツなどにスポット参戦したが、目立った成績は残せず1996年に引退した。引退後は、ブラジルの若手ドライバーのマネージャーとして活動。ありがとうございます。